しつけてください。よく力を入れて、腰つけて丸めてくださいね。はい、ここがとっても大事だそうです。切るときにここがしっかりしてないと、切れないそうなので、しっかりここは押しつけるじゃないけれども、ちゃんと、ね、挟んでください。しっかりと糊で巻かれましたでしょうか。はい、いいよ、頑張って。はい、みんな頑張れ。今度は一斉にこの巻いたすだれを開くことになります。しっかりと上から押さえていただけましたか、みんな。はい、では今度は一斉にそのすだれを開きます。せーの、すだれオープン。ジャンボのり巻きが登場しました。みんなの思いが一つになったジャンボのり巻き。この120メートルのジャンボのり巻きを今度はみんなで持ち上げます。では係のお姉さんお兄さんにも協力してもらって、まだ持ち上げないからね、まだね、食ってあげないで。のり巻きの下に手を優しく入れて。優しくだよ、優しくだよ、優しく、優しく、のり巻きを、のり巻きの下に手を入れていただいて、隙間がないように、はい、で持ち上げます。はい、お願いします。この時に気持ち的には頭の上より高く上げたいんだけど、なんせ長いからみんな20センチぐらいで今日は優しく持ち上げてください。あまり持ち上げないで、20センチ上がるかな。そうですね、優しく優しくお願いします。隙間が空いているところをスタッフの皆さん入っていただいて、ではみんな準備はいいでしょうか。はい、こちら大丈夫です。はい、こちらも大丈夫です。では気持ちは頭の上なんだけど20センチでみんなよろしくお願いします。みんなの気持ちを一つにします。せーの、持ち上げます。よいしょ。はい、周りの方に手を入れてしまいます。持ち上がりました。はい、のり巻き置いてください。静かに下ろしてくださいね。じゃあみんなで大成功って大きな声で掛け声で言いましょう。はい、1,2,3 で涼子お姉さん、はい、掛け声かけてください。じゃあみんな大成功だったので 1,2,3 で大成功って大きな声でお願いします。いくよ、大成功です。 1,2,3 大成功。ありがとうございました。さあ、この後みんなで頑張って作ったのり巻き、両手ひでの板さんが目の前で綺麗に均一に切っています。そしてこののり巻き、参加してくれた皆さんにプレゼントされて、一般の方々にも販売される予定です。なお、ご予約された皆様には本部席で予約券と引き換えに